回は大切な方への贈り物にもぴったりなピクルスの話題なんですね。はい、そうなんです、はい、まあ、いろんな思いが詰まったこだわりのフルーツピクルス、私が取材してきました。キウイやラズベリーなどの果実がぎっしり詰まったガラス製のボトル、中身はジュースでしょうかジャムでしょうか。いえいえ、旬のフルーツを氷砂糖と米酢で漬け込んだフルーツピクルスなんです。岩手県盛岡市黒岩山のふもとにある民泊施設ふもとで、そのピクルスは作られています。フルーツピクルス、これブルーベリーですね。はい、ブルーベリーのピクルスです。はい、これ初めていただくんですけど、はい、フルーツピクルス楽しみです。いただきます。あ、うん、爽やかですね。うん、もちろんお酢の酸味を感じつつ、はい、で噛んでいくとブルーベリーの香りというのが広がって、はい、美味しいですね。ありがとうございます。料理や飲み物へのアレンジも楽しいフルーツピクルス、豆乳で割るのもおすすめなんです。飲むときには、はいはい、よくかき混ぜていただいて、うん、もう下からこうすくうような感じ。ほうほうほう、あ、いいですね、また、はい、いいと思います。いいですね、色変わりましたね。うん、わあ、まろやかになりましたね、はい。ヨーグルトに近いって言えばヨーグルトに近い。そうですね、豆乳で割るとところもありますよね、はいはい、いいですね、なんか朝毎日飲みたい感じですね。はいはいはい、そうですね。翔さんがフルーツピクルスを作り始めたのは2019年のこと。自身の体に起きたある変化がきっかけでした。実は僕4年ぐらい前に、心臓の病気にかかってしまって、うん、で血管が詰まって心肺停止で倒れちゃって、でそれで救急車で運ばれたっていうことがあって、まあそれがきっかけだったんですけど、明日その僕の人生終わってしまうかもしれないなっていうのがあって、その時にやっぱり何かを残したいなっていう思いがあって、そこからいろいろ調べてって、まずは自分が健康じゃないといけないよなっていうのが一つと、今までお世話になった人にありがとうっていうことしかできないんじゃないかなと思って、その時にあ、ピクルスいいんじゃないかなっていう、ピクルス、はいはい、というのをたどり着いて、体に嬉しい調味料酢を使ったピクルス作りを決意した翔さん。同じ頃偶然目にしたのがみかん酢のレシピでした。このレシピをヒントに旬の果実と花巻さんの米酢を組み合わせたところ、味わいは上々、フルーツピクルス完成の瞬間でした。でそのピクルスを作って、いろんな人にありがとうって言いに行くっていうのを始めたんですね。私に方、お世話になった方も健康であってほしいし、そうです、長生きしてほしいという気持ちももちろんあります、はい、僕みたいにならないでねみたいな。いやいや、でも突然あるものなんですね。でもね、それを経験して、はいはい、完成したフルーツピクルスを手に全国の知人を訪ねて歩いた翔さん、感謝を伝える旅の中でかつての同級生メグさんと東京で再会、その後2人は結婚したのです。その病気をしたっていうこともそこで初めて聞いて、うん、衝撃と受けて、うん、でもやっぱり本当に作って持ってきてくれたものがすごく素敵で、食べても美味しいし、自分の体もやっぱ気遣わなきゃなっていう、年代もそうだし、もうみんなが元気になってくれたらいいなっていう思いはすごく伝わって、それがで、まあそこから会うようになったみたいな。やっぱり当初作るきっかけというか思いというのが伝わってたという感じですよね。そうですね、そうですね。2人の縁をつないだフルーツピクルス、民泊施設ふもとの朝食でもその味わいは好評を博しています。パッと目に入って、みんなの心がこう、うん、上がる、テンションが上がってくれて、はい、やっ
ぱいろんな人に食べてもらいたいし、うん、知ってもらいたいし、うん、っていう思いはすごくあるので、どんどん広げていきたい、うん、自分の体と向き合う時間から生まれた翔さんのフルーツピクルス。メグさんというパートナーを得て、カラフルなその世界をますます広げています。はい、まあ、本当に美味しくて食べやすくてですね、うん、私も取材の後買ってうちでいただいたんですが、そうしたこう自分へのご褒美でもありますが、うん、やっぱり贈り物として本当に喜ばれそうですよね、はい、まずこの見た目がカラフルで本当に素敵だなと思いますし、そうなんですよね、食べても、うん、まあ、お酢もまろやかな感じで、はい、そのフルーツとの相性もいいですし、もともとこの経験をもとに作られたピクルスだからこそ、うん、きっとこれを食べると体がこう喜びそうですよね。そうですね、もらった方も体に気を使ってこれをくれたんだなって分かりますからね、うん、気遣いが伝わる気がしました。もちろんこのね、確かに見た目、見た瞬間に笑顔になれる商品ですね、うん、はい、まあ、できるだけこのフルーツは地元産の果実を使いたいということで、まあ、ブルーベリーは紫波町と、そして桃も盛岡のものを使っているということです、さらにこの後リンゴ、まあ、岩手といえばリンゴですからね、リンゴも作れないかと研究を重ねているところだそうです。完成が楽しみですね。ではお問い合わせです。今回ご紹介したフルーツピクルスはピクルスの森ふもとのブランド名で販売しています。盛岡市の M ファーム、花巻市の岩手のギフトのほか、公式オンラインショップからも購入できます。これ、ね、まあ、スイーツのようであるけども、やっぱりお酢ピクルスなんですよ ね、うん、ね、うん、新しいですよね、フルーツのピクルス。あと引くんですよ、はい、どうぞ皆さんも召し上がってみてください。